皆さんこんにちは。新年第1回目のプレマテレビジャンプをお届けしております。さあ、新春にふさわしく素敵なゲストさんたくさん来ていただいています。さあ、午後からのゲストさんはなんとフライパンクラブの高津義久さんです。イエーイ、お久しぶりです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、今年もはいよろしくお願いします。今年もと言いつつですね、実は去年全然会う機会がなくて。あ、そうですね。そうなんですよ。あの以前、はい、あの高津さんのお店の方でやっていた番組ですね、あのプレマテレビで1年お世話になっていたんですけど、はい、なんと2023年全然会えなくて、はい、あっという間に1年経ってしまったんですけど、ね、いかがでしたか、お過ごしでしたか、2023年は。そうですね、うん、本当あっという間に終わっちゃったっていう感じ、ね、はい、ですね。何してたかなっていう。ねえ、そう、私も思いました。なんか何もない1年が終わったな。ねえ、なんか走ってはいたんですけどね、うん、もうひたすら頑張り続けてあっという間に頑張ってたのかな、うん、ねえ、あのお隣 の、はい、あのパンのお店、あ、はいはい、よく、そう、お隣にはいたんでしたけど、はい、そう、そう、よくね、カフェフィルズさんですね。そうなんですよ。私ね、あそこの、あの、ハムのやつが好きで、うん、よくお邪魔してたんですけど、うん、あの、高津さんのお店になかなか行けずに、はい、そう、あの、包丁を取りたいなーのまま終わっているんですよ。そう、そう、そうなんですよ。ずっとね、最初から言ってるんですけど。そうなんで、ありがとうございます。あ、いえいえ、もう全然行けずに、あの、ケースがないんで持ってくることもできず、なので私今年はね、あの、行きたいなと、はい、はい、包丁ぜひって、あ、そう、あの、持ち込みたいなと思いますので、私の今年の目標です。よろしくお願いします。あみきちゃん、田原でしたよね。田原です。うん、どこか いらっしゃったりとかはしてますか、田原も。そうですね、あの駅伝がお正月に、ニューイヤーズ駅伝でしたね、はい、市長も行ったやつですね、はい、言ってました。はい、トヨタが優勝したんですよね。そうみたいです。そうね、すごいですよね。トヨタおめでとう。でトヨタは田原で練習してるんですか。え、あ、でも田原がホームグラウンドですよね。あ、やってるんだ田原で。うわあ、へえ、じゃあ先端のあの広いところかな。だから、あ、なるほど。あと、あの箱根駅伝は有名ですけど、吉居兄弟っていうね、中央大学の子たち兄弟で、弟の方が区間新を出してたり、あの子たちも田原ですよね。そうです。すごい、田原みんな足速い。なんか新年からめでたいというか、うん、田原の皆さんが活躍して頑張ってるなってね、まあ、ちょっと勇気をもらえるような感じはしました ね、うん、なんか自分も頑張ろうって思いますよね。うん、 あと年末に、うん、あのこの近くに明誠会館ってご存知、前田町、前田南にあるのかな、わからないです。明誠会館、視聴覚障害っていうんですかね、うんうんうん、あの目が見えなくなってしまったりとか、そんな皆さんをこうサポートする会館が県の施設なんですけど、うん、あって、うんうん、でその明誠フェスタっていうのが、年末にあったんですよ。でそれにちょっとこう参加させていただいたら、うん、中途から目の見えなくなっちゃってた女の子がギター片手に演奏してったんですよね。でいいじゃん田原って、うんうん、あの自分で歌を作って歌ってるのを披露してくれてて、非常にこう、なんですかね、あ、いいですね、なんかちょっと涙出てきちゃった、ね、うん、あ、柳田さん、そう、柳田さん、はい、あ、でそれをあの奥ご主人とか子供が2人いたのかな、お子さんが支えてる光景がね、また素晴らしい、まあ、ご本人は目が見えなくなっちゃっているんですけども、背後でその3人が一生懸命こう彼女を支えている姿っていうのも素晴らしくて、で田原の人はもう何だったかな、とにかくもう一番素晴らしい人だみたいな歌詞なんですよね。で田原のいろんないいところもこう歌ってて、でまあ、サビのところがいいじゃん田原、いいじゃん田原みたいな感じで、でやまあそれ
聞いてみてやっぱり田原の街ってすごいなと言いますかね、うん、そういう人をこう生み出してるっていうか、そういう歌詞が生まれてくる、うんうん、そんなことが年末にあって、わー素敵、なんかちょっと温かい気持ちになりますね、うん、ぜひその明星会館なんかもね、うん、あの明るく生きるって書くんですけど、うん、いい名前ですよね、まあ、目が見えなくても心は明るく生きるっていう、うんうん、まあ、けどまさに本当にその柳田さんって明るく生きてるっていうか、うん、その歌詞とか、まあ、その歌声なんかも、本当にこう勇気といいますかね、力をいただける要素があって、うん、もっともっとみんなに聞いてもらいたいなと思って、それこそね、プレマ TV でもどんどんこう出演していただいて、うん、ねえ、ちょっとお会いしたいです、私も、アミキちゃんと多分合うんじゃないかなというか、うん、アミキ柳田コンビで、あ、やりたい、なんかメックンハウスでコンサートかなんかもやってたようなことを、本当ですか、うん、聞いたけどね、なんかアミキちゃんに合ってるのかなと思う、うん、もしかしたらちょっと何かイベントでね、あのお見かけはしたかもしれないです、じゃあね、お話はでもしたことないかもしれないので、うん、うん、ちょっと私も気になるな、あ、あ、それと、うん、あのうちの、娘が赤羽で働いてるんですよ、はい、赤羽の子供園っていうところで、で先日あのヤクルトの小川選手がちらっと、あの及川明吾さんがあのそこでお世話になってるのか迎えに来たみたいで、一緒に写真撮ったなんて喜んでました、おすごい知ってるよね、わかります、小川選手、小川投手、ね、うん、あのうちの駅長が野球好きだから、そう、すごい話されます、いろいろ、あ、あ、いいですね、小川さんは5人兄弟なんだってね、なんかその末っ子みたいで、すごい、そのお姉さんの子供が、あの子供園でお世話になってるのかな、うん、うん、あんまりないないのことは言っちゃいけないのかもしれませんけど、あ、でもなんかね、いいですね、うん、温かい家庭なんだなっていうのも、うん、あ、いいな、今年は小川投手もなんかやってくれそうな、お、ちょっと期待が、貫禄も出て ね、 ね、今選手会長かなんかですかね、ヤクルトの、まあ、去年1年間ヤクルトちょっと振るわなかったですけど、今年はなんかね、奮発してなんかこうやってくれそうな、小川くんがこう引っ張ってきそうな ね、 ね、そんな感じが、スポーツ選手多いですね、スポーツというか、そ、ね、そうだよね、さっきの陸上選手もそうだし、ね、うん、ね、野球もそうだし、ね、あ、すごい、やっぱりちょっとこう走れる場所たくさんあるから、ね、体も鍛えられて、ね、あ、僕も最近走ってます、すごい、豊橋公園まで走りに、お家からもうぐるっと、はい、わ、すごい、お家というか働いてるところから豊橋公園まで、で、陸上競技場は200円かかるんですよね、あ、1回、そうですか、2回ぐらい使ったかもしれませんけど、まあ、やっぱり、走りやすいグラウンドですけども、まあ、あの辺りをちょっとぐるぐる回って、すごい健康的だ、ちゃん見習わなきゃね、なんかすごい、はい、ね、走ったりとか歩いたりとかやらなきゃなと思いながら、そうですよね、ガラッと開けると寒いので、あ、ちょっとまたでいいかなだから豊橋町長もなんかランニングコースができるといいですよね、確かに広小路通りももうまっすぐですので、うん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 、広小路通りを突き抜けて、で、はい、楠木通りですかね、うんうん、あそこで体育館に行けますので、うんうん、なんか街中にちょっとした、まあ、車があんまり入れなくて安全に走れるランニングコースがあって、うん、まあ、散歩もしてもいいんですけど、 あと豊川沿いの川べりにちょっとしたね、あの歩けるところが整備されてますので、こっちの市は、うん、だからそこも含めてちょっとこう豊橋を走ったり歩いたりするような感じの街になれるといいですよね。あ、確かに。ちょっとそしたらね、外豊橋で過ごす方も増えて活気が出てきそうな、はいはい、ね、え、あ、今度3月に、はい、鈴木あゆ子さん、はい、で、東京オリンピックに出た彼女大出身で、うん、今度あの豊橋のマラソン大会が鈴木あゆ子入って、冠に彼女の名前が入って、すごい、3月になるみたいなんですよね、うん、
まあ、そんなオリンピック選手も豊橋出してるので、結構彼女の家はお米屋さんで、豊橋港の近くなんですけど、うん、それこそ街中に近い街中の人でもあると思うので、うん、それこそもう彼女も巻き込みながら、なんかこの街中がね、ねえ、盛り上がるといいですね。走る豊橋、田原のトヨタの人たちにも助けてもらったり、サポートしていただきながら、ね、なんかそのマラソン大会が盛り上がっていくと、そうですね、いいですよね。いや楽しそう、ね、え、あ、結構豊橋のそのクラブ、少年クラブみたいのが陸上のあって、うん、結構な選手が輩出されてるんですよ。さっき あの何兄弟でしたっけ、吉井くんたちもその豊橋のクラブに所属されてて、うんうん、ちっちゃい頃に、で今箱根駅伝で活躍している子たちも結構 そこの出身みたいで、愛子さんもそうなのか、うん、いろんな子たちがねそこから巣立ってるみたいで、うん、そういうクラブも豊橋にはあると言いますかね。ちょっと名前忘れちゃいましたけどね、なんとかクラブっていう、すごい。ちょっとじゃあなんかそうやってね、なんか頑張ってる子たちがもともといたとこって聞くとね、うん、じゃあ私もってちょっと夢が出てきますね。そうですよね。そう、 M キャンパスも健康ってね、打ち出してるのでコンセプトで、なおのこと走るとか歩くとかにもつながることでもあるので、うんうん、なんかできないですかね。ねえ、ちょっと今年1年どう進化していくか、ね、はい、楽しみですね。で思い出しましたけど、はい、去年1年間僕がやってたっていうのは、結構広小路通り、みんなで一緒に考えていく集まりをこう再構築するっていうんですかね、振興組合っていうのがあるんですけど、以前は商店街振興組合、けど今商店の人が減っちゃって、商店を盛り上げて街を作る感じではなくなってまして、そこにこうマンションが増えてますね。僕らの3丁目なんかは、うん、マンション住人なんか、あるいはまあ、土地や建物を持ってるオーナーさん、商売はしてないけども、うん、そんな人も一緒になって通りを考えていこうっていう、うん、そういうこう組織を作ることにちょっと奮闘してた感じですね。わ、すごい、規模が違う私たちとね、すごいかっこいい。なんていうのかな、まだまだそういうのは行政がやってくれるとかいう意識も強かったりして、うん、声かけてもなかなかもうちょっと諦めムードっていうのか、うんうん、まあ、高橋さんそんなこと言ってもねなかなか難しいよみたいなね、うん、雰囲気があるので、まあ本当、うん、その組織を作るっていうのもいろいろなんていうのかストレスを抱えましたけど、だんだんなんていうのかね形になってきて、まあ規約を作って皆さんにお披露目できるのがこの3月ぐらいを目指して、やっぱりそういう集まりが一つできればね、それが例えばまあ駅前通りもこの通りは結構いろいろ他の通りに比べると先を言っていますけども、まあ、それに加えて広小路も花園、茅町、札木、松葉町、大橋通りとか、まあ、それぞれいろんな通りが街中にはあるんで、まあ、そういう、皆さんがもう一度昔の商店街のように塊を作ってみんなで自分たちの通りのことを考えていこうね、で、まあ、それが大きなまとまりになってみんなでじゃあ豊橋の街中全体も考えていこうねってなっていくといいなと思ってまして、まずは自分のお膝元の広小路3丁目のその振興組合の集まりを作ってたっていう感じですね。ちょっとかっこよく言うと、あ、かっこいいすごいかっこいいですね。じゃあ3月ちょっとね私たちに教えてほしいですね。そういったら、まあ、そういうところで PR ね、ね、させていただいてもいいな、いいですよね、かっこいい。じゃあこれでその今年の目標が、ね、はい、まずそういうちょっとなんてプロジェクトのようなものがあり、はい、じゃ あの新年私プライベートもちょっと気になるんですけど、はい、高橋さんっていろんなお料理道具をね、うん、あの番組でも紹介してくださって ありがとうございますすごいたくさん持ってるじゃないですか。何かお料理したのかなって思うんですけど、このプライベートであのお正月ご飯作ったりとかしましたか、はい、あ、これから岩瀬さんがこの後来るってね、はい、言っちゃってよかった。あ、大丈夫です先に出ちゃいましたけど、はい、
あの岩瀬さんのところで出汁をいただいて、出汁と、出汁というか鰹節ですね、鰹節をいただいてきて、それでまあ出汁取り鍋っていう、あのザル付きの鍋があって、でそれで出汁を取りました。でそれで、まあお雑煮を食べたとか。いいな、絶対おいしい。やっぱりまあそこら辺もね、化学調味出汁とか液体のこう出汁で薄めてっていうのが今多いじゃないですか。まあそういう中できちんと出汁を取ってっていうのは、まあ本当ますます見直されなきゃいけないんじゃないかなっていうかね。本当便利なものが溢れてて、もう何もしなくても食べれちゃう、けどそれは本当にいいことなのかなってよく考えてもらって、やっぱり体にいいこと、また皆さんとのこうつながりなんかも考えていくと、大変だけど自分の手で作る料理っていうことの価値をなんか皆さんに PR していきたいな。まあ幸せの料理道具でね、みきちゃん、村尾さんね、一緒に作ってた時なんかも、まあそれが一つのメッセージ、幸せのお料理道具という、ね、そうですよね、なんかやっぱりこうこれに入れてチンするとなんかできるみたいなのよくありますけど、それよりもちょっと頑張って作った方が食べた時に、あやっぱり美味しいっていう、なんかちょっとね、嬉しさが増す気がするので、ねえ、やっぱりいつもあみきちゃんがそのお父さんのことね思い出してたよね。やっぱり料理って誰かのためにっていう要素が強くなるので、まあ、家族のためとか、それがなんかやっぱり僕の心でもまだお父さんのために美味しいもの作ってあげようってね、何回もそういう、ね、コメントが出てきていたので、まあ、ぜひそんな輪が広がっていくといいかなっていうか、流されずに、きちっと。で今日もちょっとお手入れの作業ね、そうなんかたくさん、そうちょっと気になるなと思ってました。で、これはどういうアイテムなんですか？これね、こう、パイルクロスって言って、こういう風に巻いてある布地なんですけど、これだと汚れをきっちりキャッチしてくれるんですよね。なるほど。はい、この穴は何ですか？あ、穴はね、これかけれるように。すごい、すごい考える。このね、紐がついてるのはよく見ますけど、考えられてますよ、このタオルごと生きる、すごい。そう、やっぱり干せるといいんですよね、そうですよね、乾くので、で、これ乾きも早いし、匂いもつきにくいんですよ。布巾って独特の変な匂いがしてくるよね。 ああいうのもこのパイル状だとあの軽減するというか、で、油汚れ、まあ水で濡らして使うんですけども、フライパン、まあ、コンロで使った時に油が跳ねますよね、そういうところを水拭きでさっと洗剤なしで結構きれいに、拭けると言いますか、まあ、もちろんそのままフライパンを拭いたり、卓上あの拭いたりもいいんですけど、意外とこのパイルっていうことは意外とじゃないですね、あまり知られてないと思うので、確かに、あんまりそう生地とかこだわって使ってなかったです。そうですよね、いらなくなったタオルみたいなのが、油汚れがきっちり取れて乾きが早くて、匂いもつきにくい、汚れも水ですぐ落ちるっていう、めちゃくちゃいいじゃないですか、ね、あの包丁を拭いてらっしゃったのってこういうやつですか？なんか、ああ、それもそうですね、まな板の横に置いといて、でなんか切り終わったら一旦これ濡れた状態でまたさーっとあの洗ってもらって、それからまた次の作業に入ってもらう。便利。調理使いにもいいと思いますね。そういう感じでまな板の脇に置いといてですね。すごい。鉄のフライパンなんかも拭き取るにはいいですね。で汚れもすぐ落ちますので。ね、柔らかいから傷はつかないし、ね、いいですよね。でこれ、去年新しくこのサイズを。はい、新発売、うちで作って、オリジナルでね、でここまあね、目に留めてもらいましたけど、まあホールという言い方してますけど、ホール付きという、すごい、これも新たに、はい、他では売っていないんですけどね、うち、ね、なかなか見かけないですね。デザインもだし、こういうなんていうか、ね、生地にこだわったみたいな、ただ肌触りがいいだけのいっぱいあるけど、ね、従来はこの大きさだったんですよね、だからそれに対して、
これぐらいちょっとちっちゃい、うんうん、まあ、ちっちゃい方がまた小回りも効いたり、確かに、うんうん、畳まずにも使えたり、うん、畳まない方がなんか乾く時とかは早そうですね。あ、それもありますよ ね、うん、で大きいのも作ったんです、去年。めっちゃ大きい、すごい。これ手を拭いても OK な。そうですね、うん、これもここにうちのロゴを入れて、フライパンクラブマークが、なるほど、はい、でこのままかけたままで食器とか鍋とかも拭ける、さっと、うん、こう取り出さずにね、かけた状態で、確かにかけたり、ね、なんか取ったりしてと落としちゃったりとかするから、うん、めっちゃ便利ですね。で大物の鍋とかね、まあ、フライパンもそうかもしれませんけど、やっぱりこれ大きいやつでやると拭きやすいというか、そういう要素もあって、あとはあの水切り代わりにもなって、こういう感じでここに洗ったものを置いていくと吸水してくれるというか、いい、とてもいい。水切りってちょっと場所取っちゃうよ ね、 そうですね。これだったら終わればこの空間が、確かに、ね、使えて、うん、置きたい時はこれを敷いて使えば、でもっと置きたい場合は、まあ一般家庭だったらこれぐらいあれば十分だよ ね、まあ、ね、お鍋も 1,2 個ぐらいしか使わないだろうし、うんうん、わあすごい、いいですね。大きいのもね、なんかあると便利ですもんね、うんうん、こうやって物を置いたりとかできるのもすごく助かりますし、まあ、そう、お客さんのご要望で大きいのもあるといいね、なんていうことでちょっと作ってみたです、ね、うわすごい。あ、これだとよくパイル生地がわかるんじゃない。そうですね、この輪っかになっているのがカメラだと映るかしら、そう、しっかりねキャッチしてくれそうな、もうすごい、もうなんかお鍋とかだけじゃなくこうやってね、その周りも揃うからいいですね、うん、うん、ところで、あみきちゃんもお正月はお料理を何か作られた、うん、お正月はあのちょっとサボりながらなんですけど、白菜をすごいたくさんいただいて、あ、だからでも取れるよね。そうなんですよ、うん、なんでやっぱりあのお雑煮か、はい、あとはお鍋適当にも放り込んじゃってっていうのが多いんですけど、はい、うん、でもやっぱりあの私もあのおかみさんに、はい、さんに、はい、あの鰹節を、マグロ削りをいただいて、はい、そう、あ、それを食べようと思ったんで、あの、美味しく食べるためにちゃんと出汁を取りました。いつもはね、サラサラってやつ入れちゃうんですけど、なんで私がこういうのをもともと知ってたら、あ、もっと便利だったのにって思いました。あ、結構あのザルやって、これやってって言うと大きい器具をたくさん使うので、はい、置き場がなくて、はい、そう、あ、これ置けるのいいなってすごい思いました。うん、やっぱりお鍋いくつか使うと、あの、こう、なんていうんですかね、お皿拭けるやつ、はい、だと山盛りになっていっちゃって、下のが取れないので、そう、これいいなって、もう来年欲しい、来年のお正月。あ、けど今言われたように、うん、やっぱり田原も豊橋も野菜たくさん作ってますよね、そうなんですよ、いろんなとこで、うん、だからもっともっとそれを生かしたいというのか、うん、まあ、うちも料理道具売ってますのでね、地元の野菜で、ね、身近な皆さんが作ってくれてるものをなんか調理して、うん、みんなで食べていく、なんかそんなことをしたいですよね。まあ、湯浅さんのだしも、うん、そういう野菜を美味しくしてくれる要素もあるので、うん、まあ、湯浅さんとも一緒にっていうのもありかもしれないし、なんかそう、そういう皆さんをこう結びつけていただきながら、うん、まあ、M キャンパスもね、結構農業の皆さんが牧場農園やったり、いろんな取り組みされてるので、なんかあみきちゃんはじめプレマ TV さんでもみんなをこう結びつけながら、うんうん、このなんていうんですかね、この農業と商業を結びつけていうか、うん、でもね、そうやって協力し合えばお互いで、ね、なんか美味しさをもっと引き出せたりとか、はい、そうですよ ね、 ね、まあ、それぞれ皆さん模索してるので、うん、もうちょっとなんか皆さんが結びつきながらやっていけるといいなと言いますかね、うん、まあ、僕もなんか頑張りたいと思うんですけどね、はい、うん、あ、ちょっと私もね、協力できるように、うん、もうちょっと、ね、お野菜のどうやって食べたら美味しいかとか、うん、で、農家さんとやっぱり話せる機会が多いので、あ、そうですよね、これどうやって食べるのってたまにね、聞けたりもするので、うんうん、本当にこの空間って多様な皆さんがね、うん、集まってきてすごくこう魅力的というか、うんうん、独特のまた空気がね、うん、流れていて引きつける力もあると思うので、ぜひ何かみんなを結びつけて、
一花咲かせて、はい、今年はじゃあ一緒に頑張りましょう、はい、さらお願いします、はい、よろしくお願いします、はいはい、あそうで最後に私ちょっと一つあのさっきね打ち合わせ中にちらっと聞こえて気になってたんですけど、ははインスタグラムも今頑張ってらっしゃると。あそうですよね、そうちょっと最後に絶対聞こうと思ってたんです、うんうんはい、なんかあれ検索方法とかはありますか。もうお名前フライパンクラブ、フライパンクラブで、うんはい、出てくると思います。お結構あの更新もたくさんなさってるそうなので、ね、そうですね、うん、せっかくでしたねそちらでも。フライパンがカタカナでクラブは漢字です。わかりますかね、はいうん、フライパンカタカナクラブは漢字で、じゃあインスタグラムでお名前を検索して、はいはい、そしたら高津さんが更新されてる。あ私の妹、まあ、スタッフですね、はい、じゃあお店でもしちょっとねあ聞きそびれちゃったなってことがあったら、うん、ちょっと質問したりもできるかも。あそうですね、何でしたっけ、ダイレクトメッセージ、はい、なんかも使えると思いますので ね気軽に、はいうん、ぜひ皆さん探してみてください、うんね、ちょっとお店でなんか、ね、話しかけにくいなと思ったらまず一回こうインスタグラムでちょっとこの日に行きたいですとか、ね、ご相談したりとかも、まあね、何も買わなくてもいいので、うん、見るだけでもぜひお店の方に ね来てもらえるといいですけどね、はい、ぜひ高津さんも、ね、お店で待ってますので、はいあはいはい、ぜひ会いに来てください、はい、どうぞお待ちしてますはい、まあね、やっとこれで、ね、お会いできたので今年はまた、はいはい、たくさんお会いできるから願って、はい、今年もよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます今日はたくさんお話聞かせていただいてありがとうございました。あこちらこそ。さあ皆さんちょっと名残惜しいとは思いますが、はい、続きはお店で高津さんにお話いっぱい聞かせてもらってくださいそれではありがとうございました、はい、ありがとうございます。フライパンクラブの高津